盗賊費といっても、その原資は税金です。これが事実だとすると、憲法違反ではないかを指摘する専門家の見解もあります。この疑惑が説明されない限り、信頼を失った国民は皇室を以前のように敬愛できません。宮内庁が国民の思いを汲んで、その職責を果たしていれば、今回のように国民から皇室不要論が口に出されることはなかったと思います。もし皇族方が何らかの理由で道を踏み外すことがあった場合、それをいさめるのも宮内庁の仕事です。宮内庁が本来の職責を果たさないからこそ、国民の皇室への信頼が失われているのです。このままでは本当に皇室が崩壊するのではないか。これまで2016年